激ないたずらに奇想天外の大仕掛け、日本中を笑いと恐怖に陥れたドッキリカメラ。ここからはもう二度と出せない超過激ドッキリ秘蔵映像を一気にご覧いただきましょう。まずは逃げ場のない狭い路地で突然大きな石が転がってきたら、何も知らない2人の男性、そこへこちらの女性は、騙された方もちょっと楽しそうなドッキリでした。お次は海辺の公衆トイレ。もしも催してる最中に突然前の壁が倒れ女子高生がいたりしたら、いつも騙している側の野呂さんだってうかうかできません。いたいた。この手すりは美術セット。すると、ほらほら野呂さん、ほら、続いては番組のスタッフ。あ、釣れた、また。どうなんですか。女性スタッフにも、続いてはお店を丸ごと模様替えのドッキリ。こちらはおばちゃんが一人で切り盛りする八百屋さんなんですが、お歳暮にね、なんか切りたいんですけども、みかんいいよね。みかんが一番いいさ、ね、2500円くらいのどう。それだと ね、物もいいしね、うん、甘いし、あそこにたくさん積んであるから。あ、そう、じゃあおばちゃんおすすめの、うん、その、ね、うん、そうし、そうし、そのいいやつにするわ、ね、はいはい、入った、じゃあここで中止していって先行こう。中止して、中止します、ごめんね。いいよ、店番誰か来てなさい。私捨てようかって。どうもありがとう、お願いね。はいはい、どうも。とおばちゃん、お客さんに頼まれたみかんを一箱配達に出発。その間にドッキリスタート。待ち構えていたスタッフが登場し、手早くお店の野菜を片付けて、代わりに置いたのはなんとお魚。店中お魚だらけ。そう、八百屋さんがあっという間にお魚屋さんに模様替えしてしまったのです。そうとは知らぬおばちゃんが戻ってきました。果たして、魚ちょうだいよ、売ってよ、ほら。
そこへ野菜の行商に変装した野呂さんが登場。ねえ、兄ちゃん、ほら野菜いらねえかな。やだ、困る。お前ね、野菜買ってくんねえか。分かっちゃったな。お父ちゃんも分かっちゃったな。分かった。ようやくおばちゃん気づいてほっと一息。続いてはこちらのスナックを舞台に番組史上最も過激なドッキリを。実はお客さんやホステスさんはみんな仕掛け人と、何も知らないターゲットのお客さんが席を立ちトイレ。あ、そちら左側です。その隙に一気にスナックの模様替えをスタート。その間わずか1分、楽しかったはずのスナックが怖いお兄さん方の事務所に大変身。そうとは知らず念入りに髪なんか直しちゃってるターゲット。そしてどうぞ。ほそして再び、どうしようもないね。どうしたんですか。サッカー。ご主人引き出せよ。ちょっとどうぞ。どうぞ。出られますよ、こっちから。ちょっと出られますよ。どうしたの？何やっけ？どうしたの？どうした？じゃあそうかね。じゃあ、あ、だからボディチェックしたらいい。悪い広島のもんか。そして。